こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の定番靴5000ということで、皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。靴というのはですね、ファッションアイテムの中でもすごく重要度が高いんですね。というのも、靴というのは先端にある部分なので、意外とですね、目立つので、この選び方次第で全体のバランスがですね、大きく変わってしまうんですね。 ですので結構おしゃれな人ほど靴にはこだわるわけなんですが、まあ多くの男性にとっては選択肢がたくさんありすぎて、 どの靴を選べばいいのか分からないというところが本音なのかなと思っています。ですので、今回の動画では、まあこれからオシャレを楽しみたいという方が、まず最初にチェックをすべきですね、5パターンの靴をご紹介させていただきます。すべてを揃える必要は全くなくて、皆さんのライフスタイルに応じて、まあ大体3、4足ぐらいですかね、揃えていただければ、十分にですね、1週間回すことができるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、今後の靴選びの参考にしていただければなと思っています。 ちなみに今回ご紹介する靴なんですが、それぞれですね、具体的なものをですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方もチェックしながらですね、進めていただくとよりわかりやすいかなというふうに思っています。まあ、今回の動画を最後まで見ていただければ、大人の定番靴のですね、揃えるべきものがしっかりと理解していただけるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速、行ってみましょう。 はい。ということで、ここからはですね、具体的に5つの靴を皆さんにご紹介をしたいなと思ってるんですが、まず1つ目に皆さんにお伝えしたいのは、これは定番中の定番ですね。今僕が持っているこのような白のレザースニーカーですね。まあ、これは最初の一つとしては、まず皆さんに揃えていただきたいものなんですが、中級者以降の方でもですね、結構白系のレザースニーカー、愛用している方が多いんですね。 僕も白系のレザースニーカーだけでいくつか持っているんですが、まあ初心者から中級者以上まで使っていただける靴としてはすごく便利かなと思っています。まあ結構スニーカー全般について言えることなんですけども、結構ですね、街で見かける方は装飾があったりだとか、色使いが派手だったりだとか、ごてごてしたスニーカーを履いている方が少なくないんですね。 結構スポーティーなスニーカーこそゴテゴテしているものが少なくないんですがそういったもって結構着こなしに馴染みにくくて靴ばかりが目立ってしまうわけで意外とですね使いやすい靴というのはデザイン的にはシンプル配色もですねなるべく多色使いしてないものの方が、まあ、圧倒的にコーディネートに馴染みやすいんですね、まあ、そういった意味で白レザースニーカーというのはデザインもすごくシンプルですし着こなしの中に馴染みやすいんですねしかも色としてはホワイト系なので 着こなしの中で差し色としてすごく明るい雰囲気にもなるので、まあ一足あるとすごく便利なのかなというふうに思っています。まあ白レザースニーカーというだけでも結構ですね、たくさんの種類があるので、その中から何を履けばいいのかわからない方も少なくないかなと思うんですが、まあ基本の一足としてはアディダスのスタンスミスですね。まあ元々はですね、レザースニーカーというジャンルだったんですが、最近はですね、 本革ではなくて、まあ、サスティナブルな素材というところで、レザー風に見えるような素材を使っているわけなんですが、まあ、そちらも今日の一足としては皆さんにお勧めできるかなと思っています。もしくはスタンスミスはちょっと人と被るから嫌だなという方は、僕が今持っているようなジャーマントレーナーですね。これまたすごく使い勝手がいいかなと思います。スタンスミスに比べるとちょっとディティールが凝っているので、初級者向けというよりは、中級者の方が白レザースニーカーを楽しむときには、こういったジャーマントレーナーのデザインなんかは使い勝手がいいかなと思うんですね。 その他にも、ちょっと今僕が注目しているのは、コンバースのですね、オールスターのレザーバージョンとか、こういったものもすごくですね、デザイン的にはオーソドックスで使いやすいかなと思うので、まずは最初の一つとしては、白系のレザースニーカー、持っておいて損がないのかなというふうに思っています。まあ、具体的にですね、この白系のレザースニーカーは、どんな着こなしに似合いやすいのかというと、結構ですね、僕は靴のコーディネートを考えるときに、ボトムスとの相性を考えるんですね。 例えば白レザースニーカーだったら定番的なブルーデニムとも相性がいいです。あとは僕の動画の中でもよく出てくるイージースラックスなんかにもこの白系のレザースニーカーものすごく相性がいいんですね。その他にもカーゴパンツだとかデニムスラックスだとかまあ様々なボトムスと相性がいいので結構万能なんですよね。 ボトムスのこととか、コーディネートのことを考えないでも、ガンガン使えるという意味では、白レザースニーカーというのが一つの基準になるかなと思うので、ぜひこれは皆さん定番として揃えていただければなと思っています。ちなみに白レザースニーカーだけでも、一本ですね、動画ができてしまうぐらい、奥が深い世界で、様々なバリエーションがあるので、これはまた他の動画でしっかり解説したいなと思ってますので、よかったらそちらもチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて2点目の靴なんですが、これはですね、ブラックのレザースニーカーですね。先ほどはホワイトのレザースニーカーということで、デザインがなるべくベーシックで、あとは素材使いですね。これがキャンパス時に比べると、レザーの方がやはりですね、大人っぽくて上品に見えるので、僕たち30代、40代、大人世代には、レザースニーカーがやっぱり似合いやすいかなと思うんですね。ただ、ホワイトだと、どうしても汚れが気になるという男性も少なくないかなと思うんですね。 まあそんな時にあると便利なのが、こういったブラックをベースとしたレザースニーカーなんですね。これまたですね、すごく使い勝手が良くて、まあ本当に見え方としてはかなり上品で、普通の革靴に近いような見え方もしてくれるので、一足あるとですね、意外とカジュアルシーンだけではなくて、そんなに硬くない職場であれば、 ビジネスカジュアルでも使っていただけるのが、こういったブラックレザースニーカーなんですね。これは結構多くの男性にも使い勝手がいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなというふうに思っています。で、こういった黒レザースニーカーにも種類がいくつかありまして、僕が今持ってるものは、ソール部分はホワイトになっているので、ややカジュアル感があるんですね。こういったものでもいいですし、ソールまで全部ブラックのレザースニーカーもあるんですが、それはそれでシャープでかっこいいですし、あとはですね、この分までブラックになると、 例えばブラックのボトムスにこの靴を合わせるだけで、遠目から見るとこの靴までですね、ボトムスと一体化して足長効果があったりするんですね。ですのでホワイトのソールが付いているものは軽快で程よくカジュアル感が出るのですごくいいんですが、ソールがブラックのものは足長効果があるというところで、まあ一つですね、そのあたりの違いも理解しながら皆さんにはチョイスをしていただければなと思っています。で、このブラックレザースニーカーなんですけども、どんなボトムスに合うのかというと、これまたすごく使い勝手が良くて、 ブラックのですね、スキニーパンツと合わせれば足長効果が半端じゃないですし、あとはですね、ブラックだとかグレーのイージースラックスにも相性がいいです。あとはブルーデニムでちょっとカジュアルなボトムスを選びながら、足元はブラックレザースニーカーというのも悪くないかなと思うんですね。まあ、こちらもですね、白レザースニーカーと同様に様々な使い方ができるので、白かブラックどちらか一足だけでもいいので、こういった大人っぽいレザースニーカーは皆さんも持っておいていただければなと思っています。 はい、続いて3足目の定番靴なんですが、これはですね、去年ぐらいから急激に人気が高まってきているアイテムなんですが、こちらですね、ニューバランスのスニーカーですね、色は様々な選択肢があるんですが、代表的なのはこういったグレー系、もしくはネイビー系なんですが、よりニューバランスらしさを考えると、このグレー系のものがですね、すごくですね、皆さんにお勧めしやすいかなと思っています。 先ほどまでご紹介したレザースニーカーというのは大人の男性にはすごく似合いやすいですしこの人には似合うけどこの人には似合いづらいというのがそこまでないんですねある意味プレーンで使い勝手がいいんですが一方でこのニューバランスのスニーカーというのはだいぶですね人によって意見が分かれるところかなと思うんですねパッと見はですねちょっとやぼったくておじさんっぽく見えるかなと思うんですね 先ほどちょっとお伝えしましたが、スニーカーを選ぶときには、ごてごてせずに、なるべくシンプルで使いやすいものを選んだ方がいいですよという説明と、真逆を行くようなアイテムが、このニューバランスのスニーカーかなと思うんですね。まあ、デザイン的にはあんまりスッキリとした感じではなくて、あとはソールなんかもですね、ちょっとたっぷりめになっているので、ボリューミーな見た目なんですね。ただ、パッと見はそんなにかっこよくないですね。このニューバランスが、 意外とですね、着こなしの中で良いポイントになってくれるので、結構今はですね、おしゃれが好きな方ほどこのニューバランスの靴をですね、かえって好んでいるんですね。わかりやすいベーシックな靴もいいんですが、やはりおしゃれが好きになればなるほど、ちょっと癖があるものの方がかえって楽しみやすいというところがあって、その点ニューバランスのスニーカーってちょっとこうやぼったさがあるんですけど、履くと意外と様々なスタイルに合わせやすくて、例えばカジュアルな着こなしにも合うんですが、 ネイビーのジャケットと合わせてみたりだとか、ステンカラーコートだとか、あとはチェスターコートのような綺麗めなコートとか、そういったものの中に取り入れることで、適度にカジュアル感を出すことができるんですね。 ですので、結構様々なシーンで使えるというところで、ニューバランスって、じわりじわりと良さを感じるものなので、一足持っておくのも悪くないんじゃないかなと思っています。で、ニューバランスをスニーカーって1万円以下のものもあったりするんですが、今人気になっているものって結構ですね、高額のものが多くて、いわゆる900番台と呼ばれるもの、僕が今持っているこちらもそうなんですが、3万円を超えてくるんですね。 意外とですね、最初の指足としては高いかなと思うので、個人的におすすめなのは996ですね。1万5千円前後ぐらいで買えるニューバランス。このあたりが使い勝手がいいかなと思うんですね。まあ、こういった900番台、すごくいいかなと思うんですが、やはり中級者以降の方におすすめのシューズなので、デザイン的にはちょっとですね、癖があるんですね。 一方で、救急力に関しては、割とオーソドックスな作りなので、初級編としてはこういったスニーカーの方が合わせがしやすいかなと思っています。まあ、ボトムストの合わせを考えると、ブラック系のスラックスとこのニューバランスってものすごく相性がいいんですね。ですので、それが一押しの着こなしになっています。あとは、ブルーデニムに対してニューバランスっていうのもよくやるスタイルなんですが、ちょっと下半身で見るとカジュアルに振りすぎかなと思うので、僕はこのニューバランスにはちょっと綺麗めなスラックスみたいなものを合わせてもらうのが、 すごく相性がいいかなと思っています。まあ同様にカーコパンツみたいなものにもこのニューバランスめちゃくちゃあったりするんですが、そのあたりの着こなしも中級者以上向けなので、まず最初の一歩としてはクロスラックスとかで綺麗めにまとめてあげるとニューバランスの良さが引き立つんじゃないのかなというふうに思っています。はい、続いて4点目のですね、定番グッズなんですが、こちらにあるようなレザーのシューズですね。 これまたですね、一足は必ずあった方が大人の男性にはいいかなと思うんですね。これまでカジュアルなスニーカーが続いてきたんですが、まあ、このようなローファーみたいなものはですね、大人の男性が休日にですね、ちょっとおしゃれをしたいなという時にはすごく使い勝手がいいですし、意外とですね、デニムのようなカジュアルなボトムスにも相性が良くて、 ちょっとですね、着こなし全体に綺麗さを漂わせることができるので、ぜひ一足は持っておいていただきたいなというふうに思っています。まあ、革靴というのはですね、結構人気があって、多くの大人の男性にはおすすめができるんですが、最近はどうしてもスニーカーの勢いが強いので、そこまでですね、履かないという男性も多いかなと思うんですね。まあ、僕自身もそうで、本当にスニーカーの方が圧倒的に多いんですが、 たまにですね、ちょっとこうジャケットを着る時なんかには、こういったローファーを履いてみたりだとか、あとは綺麗なコートなんかにもすごくやっぱりハマりが良かったりするので、まあこれからですね、改めて再評価をして履いていきたいのが、レザーシューズなのかなと思っています。 で、レザースシューズの中にも選択肢は2つありまして、個人的におすすめなのが、1つこういったブラック系のレザーのローファーですね。これはもう定番中の定番でえ、様々なスタイルにも合わせやすいので、持っておいて損がないのかなというふうに思っています。で、ローファーだけでもですね、結構奥が深くて、様々なブランドからローファーが出ていて、その中でもですね、結構人気が分かれるところなので、これまた別動画でしっかり解説をしたいなと思ってるんですが、 ざっくりと解説をしますと、あまり先が尖ってないもの、そして逆にこう丸すぎないものですね。適度に丸すぎず尖りすぎずというところが、やはりですね、長い目で見た時にも使い勝手がいいんじゃないかなと思っています。個人的におすすめなのは、バービックのローファーですね。このあたりは作りもすごくいいですし、デザイン的にはすごくオーソドックスなので、多くの男性に使い勝手がいいんじゃないかなと思ってるんですね。 そしてこのようなローファーも値段で言ったらピンキリで高いものはですね本当に10万円オーバーだったりするんですがそこまで行くとなかなかリアリティが湧かないかなと思うんですねかといってあまり安いものも上品に見えないので 個人的には2万円台後半から3万円台前半のものを一足買って長く丁寧に使うという方法なんですね。まあ毎日ですね、このような革靴を履くことはないかなと思うので、それなりに手入れをしてもらえれば結構長い年月使うことができるので、バービックだとかジャランスリワイヤーですね、このあたりがまさに2万円台後半から3万円台前半で買える価格帯なので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。で、ローファーだとちょっとこう紐がないので脱げてしまうだとか、 もうちょっと足にフィットしたものが好きだという方は、ちょっと僕は手元にはないんですが、U チップのレザーシューズですね。このあたりも使い勝手がいいかなと思っています。まあ写真を見ていただきたいんですが、まあこう丸みのあるようなシルエットになっていまして、意外とですね、今のトレンドであるややゆったりめのスタイルにも相性がいいのが、 ユーチップという靴かなと思っていまして、代表的なところで言うと、パラブーツのシャンボード、このあたりがですね、すごく使い勝手が良くて、個人的にも以前ですね、すごく使っていて、履き倒してしまったぐらいに愛用したものなんですが、さすがにパラブーツはですね、値段高いので、まあ、このあたりもバービックがすごく作りがいいので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。ちなみにこのようなレザーシューズというのは、様々なボトムスにも合うんですが、 スラックスと合わせてしまうと、下半身がかなり綺麗めに寄りすぎてしまって、ビジネスライクに見えてしまうんですね。ですので、個人的には、あえてカジュアルなボトムスですね。ブルージーンズだとか、あとは、意外とカーゴパンツだとか、そういったものにもですね、レザーシューツが相性が良かったですので、ちょっとカジュアルめのボトムスとうまくですね、コーディネートを楽しんでいただくと、着こなしの幅が広がりやすいのかなというふうに思っています。 はい、続いてラスト5点目はですね、ブラックのハイテク系のスニーカーですね。僕が今持ってきているのはこちら、ナイキのエアマックス97になるんですけども、このようなですね、スニーカーの中でもクラシックなものではなくて、ちょっとこう、近未来的なデザインのものだとか、 あとは、ソールがですね、ちょっと厚みのあるようなジャンルのものも、意外とですね、様々な着こなしに合わせがしやすいので、皆さんにもぜひお勧めしたいアイテムかなというふうに思っています。まあ、これまでご紹介してきたスニーカーなんですが、結構それぞれ特徴があって、白だとか黒のレザースニーカーは上品で使いやすいですし、ちょっと着こなしの中に、あえてダサかっこいいものを取り入れるような、ニューバランスという立ち位置も、これまたですね、ファンが多いので、使い勝手がいいかなと思うんですが、ちょっとスポーティな着こなしが好きかなという方には、意外とこのような ソールがが僕はエアマックス97を持っていますが、あとはエアマックス90なんかはデザインが結構ですね、ベーシックで使いやすいので、ハイテク系スニーカーの中では皆さんにお勧めしやすいかなと思っています。他にはこれまたですね、様々なセーフショップで取り扱いがある、他オネオネというブランドがあるんですね。 ランニングシューズではあるんですが、厚底でデザインがベーシックなので、結構ハイテク系スニーカーの中では僕はですね、使い勝手がいいんじゃないかなと思っています。今から2年ぐらい前に僕も他オネオのスニーカーを買って履いていたんですが、結構履き心地も良くて、足元がボリューミーになりますし、あとは身長を盛ることができるので、個人的にはですね、このジャンルのスニーカーすごく好きなんですね。ちょっと体型にコンプレックスがあったりだとか、足を長く見せたい男性には、このあたりのアイテムというのは、 まさに相性抜群かなと思うので、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただきたいなと思っています、まあ。ちなみにこのような靴はどんなスタイルに合いやすいかというと、ブラックの細身のデニムなんかにはものすごく相性がいいかなと思うんですね。もしくは黒系のスラックス、グレー系のスラックスにも合います。ただブルーデニムで合わせてしまうと、ちょっと足元全体がカジュアルっぽくなってしまうかなと思うので、個人的にはブラック系のパンツなんかでシャープにまとめるのがいいかなと思うので、ぜひこういったスニーカーも検討していただければなと思っています。 はい。ということで、今回の動画では、大人の定番靴5000ということで、皆さんに具体的なものをご紹介させていただきました。正直ですね、今回の動画を見ていただいて、気に入ったものを3、4足揃えてもらえば、もう十分すぎるかなと思ってるんですね。まあ、僕自身もですね、様々な靴を持ってますし、これまでに買ってきたんですが、まあ、このあたりがあれば、まず間違いがないかなと思うんですね。 まあベーシックなところで言うと、このあたりでしょうかね。まあ、まず失敗のない選択肢だなと思ってまして、僕だったらマストで白レザースニーカーは持っておきたいかなと思っています。あとはですね、やっぱり綺麗めな着こなしに履けるようなレザーのローファーというのは、大人の男性であればマストかなと思うんですね。それから今旬なスニーカーとして、やっぱり持っておいていただきたいのは、ニューバランスのスニーカーかなと思います。 この辺りはやっぱり気分みたいなものとか、今のトレンドみたいなものもあるので、まあ皆さんのしっくりくるものを選んでもらうといいかなと思うんですが、 まあ、いずれにしろ、あんまり靴というのもたくさん持ちすぎていても、うまく活用することができないので、せいぜい3足から5足ぐらい持っておけば、僕は十分かなと思ってるんですね。ですので、靴というのは1万円以下だとか、中には5000円以下のものもあったりするわけなんですが、所有するものの数をある程度少なくするのであれば、1点あたりの単価はそこまでですね、安くなくていいんじゃないかなと思うんですね。まあ、今回ご紹介したものは、割とですね、 1>, 1万円台中盤ぐらいのものが多いんですね。ただこういった革靴に関しては、まあ、ちょっと長く履けるものでもあるので、3万円前後ぐらいでもいいかなと思うんですが、そこまでですね、いずれにしろ、そこまで安いものを買い揃えるというよりは、ちゃんと長く履けるようなものをですね、 コツコツ買い揃えることが大事かなと思うので、ぜひ皆さんも今回の動画を参考にしながら、大人の定番グッズ買い揃えていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの今日ですね、なるべく分かりやすく丁寧に解説をしていきたいなと思ってますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。 おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル